岡本喜道作半七鳥物町より大森の鶏一ある年の正月下旬である寒い風の吹く宵に半七老人を訪問すると老人は近所の銭湯から帰ってきたところであったその頃はまだ朝湯の流行っている時代で 半七老人は毎朝六時を合図に手拭いを下げて出ると聞いていたのに、日が暮れてから湯に行ったのは珍しいと思った。それについて、老人の方から先に言い出した。今夜は久しぶりで夜の湯へ行きました。日が暮れてから帰ってきたもんですから。どこへお出かけになりました川崎へ。 今日は初台詩のご縁日で。正月二十一日。なるほど。今日は初台詩でしたね。私のような昔物は少ないかと思ったら、いや、どういたしまして。昔よりも何層倍という人手で、その賑やかいには驚きました。最も江戸時代と違って、今日では記者の便利がありますからね。 昔は江戸から川崎の大志河原まで五里半とか言うので日帰りにすれば十里以上。女はもちろん足の弱い人たちは途中をいくらか籠に透けてもらわなければなりません。足の達者な人間でも随分くたびれましたよ。それでも相当に繁盛したんでしょうね。今ほどじゃありませんが。 ご縁日にはなかなか繁盛しました。と、老人は頷いた。何でも文化のはじめ頃に、十一代将軍の川崎御三計があったそうで、ご承知の通り、川崎は役よけ大師と言われるのですから、将軍は四十二の役年で三計になったのだということでした。それが世間に知れ渡ると、 父母様でさえもご参詣なさるのだからというので、またにわかに新人者が増してきて、私どもの若い時にも随分参詣人がありました。明治の今日はそんなこともないでしょうが、昔は私どものような家業の者のには新人者が多うござんして、罪滅ぼしのつもりか災難よけのつもりか、忙しい暇を盗んで、 神社仏閣に足を運ぶ者がたくさんありました。私どもも川崎大師へは大抵一年に二三度は参詣していましたが、どうも人間は厳禁なもので、明治になって家業を辞めると、とかくご無沙汰がちになりまして、それでも正月の初大師だけは、まあ欠かさずご参敬をして、 大師様に平勢のご無沙汰のおわびをしているんですよ。くどくも言うとおり今日は便利でありがたい。今日も昼ごろから出て行ってゆっくりご参拝をして明かりのつく頃には帰ってこられるんですからね。昔は薄っ暗い時分からうちを出て高輪の海辺の茶屋でひと休みその頃にちょうど夜が明けるという始末だから大変です。 それだから、正月の初台詩などと来たら、寒いこと寒いこと。それもまあ、新人の力で我慢したんですが、大勢の中には横着な奴があって、わらじを履いて江戸でながら、品川で昼遊びをしている。昔はそういう連中のために、台詞瓦のお札が品川にあったり、堀の内のおせんまいが新宿に取り寄せてあったりして、 それをいただいてすました顔で帰る。はは。いや、わたくしなぞはそんな悪いことをしないから、大志様のバッチも当たらないで、まあ、こうして無事に生きているんですよ。そのお大志参りについて、こんな話があります。またいつもの手柄話をするようですが、まあ、お聞きください。 火影四年は春寒く、正月十四日から十七日まで、四日続きの大雪が降ったので、江戸中は雪解けのぬかるみになってしまった。今日と違って、これほどの雪が降れば、その後の半月ぐらいは往来に悩むものと覚悟しなければならない。半七は足ごしらえをして、古文の章太と一緒に、二十一日の初台詞に参詣した。 明けむつごろに神田のうちを出て、品川から先はさらにひどい雪どけ道をたどっていって、大主堂の参拝を肩のごとくに済ませたのは、その日も昼を過ぎた頃であった。さあ、昼飯だ。どこにしよう。繁盛といっても今日のようではないので、門前の休み茶屋の数も知れている。毎月の縁日とは違って、 今日は初台しというので、どこの店もいっぱいの客である。いっそ川崎の宿まで引っ返して、万年屋で飯を食おうと言って、二人は隙腹を抱えて寒い風に吹きさらされながら戻ってくると、ここらもやはり混雑していて、万年屋も神殿屋も客止めの姿である。二人は隅の方に小さくなって早々に飯を食ってしまった。 まあ仕方がねえ。江戸へ帰るまで我慢するのだ。ここでわらじを履き替えて、六号の川端まで来かかると、十人ほどが私を待っていた。いずれも旅の人か江戸へ帰る人たちで、土地のものは少ない。その中で、半七の目についたのは、三十二三の中土島で。アイネズミのズキンに顔を包んでいるが、 浅黒い顔に薄化粧をして一口に言えばあだっぽい女であった女は砂原にしゃがんで細いキセルでたばこを吸っていた翔太はそのそばへ寄ってたばこの火を借りた「天気はいいがおさむござんすね」と翔太は言った「雪のあとのせいか風がなかなか冷えます」と女は言った そのうちに船が出たので、人々は思い思いに乗り込んだ。女は船の真ん中に乗った。半七と翔太はへさきに乗った。やがて向こうの土手について、江戸の方角へ向かって歩きながら、半七は小声で言った。おい、翔太。あの女は、なんだか見たような顔だな。わしもそう思っているのだが。 どうも思い出せねえ。仇じゃありませんね今はどうだか知れねえが、前から仇で通してきた女じゃねえらしい。小股の切れ上がった粋な女ですね。それだから火を借りに行ったのじゃねえかえと、半七は笑った。まあまあ、そんなものさ。翔太も笑いながら後を見返ると、女は雪解け道に悩みながら、 同じく江戸へ向かってくるらしかった。町屋から蒲田へ差し掛かって、梅屋敷の前を通り過ぎたが、あまり風流儀のない二人はそのまます通りにして大森に行き着くと、名物の麦わら細工を売る店の間に、休み茶屋を兼ねた小料理屋を見つけた。親分、少し休ませてもらえねえかね。 寒くってどうにもこうにもやりきれねえ。と、翔太は泣くように言った。一杯飲みてえのかまあ、付き合ってやろう。と、半七は先に立って茶屋へ入った。奥には庭伝いで行けるような小座敷もあったが、座り込むとまた長くなるというので、二人は店口の将棋に腰を下ろして、ありあいの魚で飲み始めた。 半七は多く飲まないが、翔太は元来飲める口であるので、寒さしのぎと称してむやみに飲んだ。いいかえ、翔太。あんまり酔っ払うと置き去りにしていくぜ。そんな邪険なことを言わねえで、まあもう少し飲ませておくんなせ。新人参りに来て風なんぞ引いて帰っちゃ、先祖の助六に申し訳がねえ。と、翔太はもういい加減に酔っていた。 この時に一丁のかごが、ここの店先におろされて、たれをあげて出たのは、かの中土島の女であった。女は金を払ってかご屋を返して、これも店口の将棋に腰をかけたが、半七らと顔を見合わせて目霊した。おかごでしたかえ、と翔太は声をかけた。 歩くつもりでしたが、何しろ道が悪いので、と女は顔をしかめながら言った。彼女はほんの足休めに寄ったものと見えて、梅干しで茶を飲んでいた。ここらの店の習いで庭といっても形ばかりにできていて、その横手には大きい井戸があった。井戸のそばの空き地には、 五六話の鳥が午後の日を浴びながら遊んでいたが、そのおんどりの一話は、どうしたのかにわかに全身の毛を逆立てて、店口の土間へ飛び込んできたかと見る間なく、彼はそこに休んでいる中土島の女をめがけて飛びかかった。女は、あっと驚いて立ち上がると、鳥はくちばしを働かせ、毛爪を働かせて、つくやら蹴るやら、 散々に災難だ。女は悲鳴を上げて逃げ回るのを彼は執念深く追い回した。それを見て店の男や女も驚いて彼らは鳥を叱って追いやろうとしたが彼は狂えるように暴れ回ってあくまでも女を追い撃とうとするのである。半七も翔太も見かねて立ち上がると女は逃げ場を失ったように翔太の後ろに隠れた。 鳥は五六尺も飛び上がって、またもや女を撃とうとするので、半七は持っているキセルで一つ撃った。撃たれて一旦は土間に落ちたが、彼はすぐに羽をきて、また飛びかかってきた。その燃えるような目の光が、高よりも鋭いのを見て、半七もぎょっとしたが、この場合、何とかして女を救うの他はないので、手早く羽織を脱いで鳥に被せると、 店の者も,のも駆け寄った。男の一人は伏せかごを持ってきて、暴れ狂う鳥をどうにかこうにか押し込んだが、彼はその籠を破ろうとするように激しく羽ばたきして暴れ狂っていた。不意の敵に襲われて女は真っ青になっていた。くちばしに刺されたのか、毛めに打たれたのか、彼女は左右の足を傷つけられて、 白いはぎから生ちが流れ出していた。飛び上がってきた時に、その顔をもけられたと見えて、左の小瓶にも血が滴っていた。胃腸返しの瓶の毛は、葉風にあおられて、かきむしられたように、むごたらしく乱れていた。我が家のカイが、客に対して思いもよらない陳児をしいだしたので、店の者どもも青くなった。 ことに相手が女であるだけに、その気の毒さはまた一倍である。店の女房は平謝りに謝って、ともかくも女を介抱しながら、奥の座敷へ連れ込んだ。女中の一人は近所の医者を呼びに行くらしく、たすきがけのままで表へ駆け出した。翔太もさすがにあっけに取られていた。半七も無言で眺めていると、鳥は 伏せかごの中で暴れ狂いながら、無理に空き地の方へ押しやられていった。二。あの鳥はどうしたのでしょうねと翔太は言い出した。犬にはい犬というものがあるが、鳥には珍しい。半七はやはり無言で考えていると、女房はやがて奥から出てきて、 半七らに向かってしきりにわびていた。おかみさん、と半七は聞いた。ここらじゃ鳥が何か病気にでもなって、あんな騒ぎをすることが時々にあるのかね。それが、まことに不思議でございます。と、女房は眉を寄せた。鳥が人にかかるというのは、まんざらないことでもございませんが、私どもでは初めてでございます。 この通りのお客商売でございますから一度でもそんなことがあれば決して鳥謎を会はいたしませんがどうしてあの鳥があんな様子のいい女の方に全く訳がわかりませんこれからも何をするか知れませんからいっそ男どもに言いつけて示させてしまおうかと思っておりますあの鳥は前から飼ってあるのかえと半七はまた聞いた はい昨年の5月ごろだと覚えております。十0羽ほどの鳥をカゴに入れて売りに来たものがありまして綿りとおんどりの一つ貝を買いましたが綿りの方は夏の末に落ちてしまいましてオスの方だけが残りました。それでも他の鳥と仲よく遊んでおりましてふだんは喧嘩などをしたこともありませんでしたが。 不意に気でも違ったように暴れ出して、人にこそよれ、女のお客様に飛びかかってあんな怪我をさせまして、何とも申し訳がございません。その鳥を売りに来た男というのは、四十ここらへ回ってくるのかね時々に参ります。何でも百姓の片手間に、鳥を買ったり売ったりしているのだそうで。 名は何と言って、どこから来るのだね名は、八んと言っていますが、八蔵か八助かわかりません。何でも矢口の方から来るのだそうで。矢口か。矢口の私なら、六蔵でありそうなものだが。と、翔太は笑った。混ぜっ返すなよ。と、半七は横目で睨んだ。 そこで、その、八蔵とか八助とかいう男はいくつぐらいだね二十五六だろうと思いますが、何しろ一年に一度か二度しか回って参りませんので、と、女房は言葉を濁した。こちらがあまりに詮索するので、相手は一種の不安を感じてきたらしい。こうなっては、戦義も無駄だと諦めて、半七は帰り自宅にかかった。 多くのけが人には挨拶をせずに帰るから、後でよろしく言っておくんなさい。かしこまりました。感情を払って二人はここを出た。親分はしきりに鳥の売り主を仙ぎしていなすったが、何か目をつけたことでもあるんですかえと、翔太は歩きながら聞いた。別にどうということもねえが。 今の一件で俺がふいっと考えたのは、あの鳥とあの女と何か因縁があるのじゃあねえかしら。うーん、そんなこともねえとも言えねえが。と、翔太は首をかしげた。しかし相手が畜生ですからね。畜生だから誰彼の見境なしに飛びかかった。そう言ってしまえば死災はねえが。 畜生だって相当の了見がねえとは言えねえ。主人を救った犬もある。恨みのあるやつを突き殺した牛もある。あの鳥もあの女に何かの恨みがあるのかと考えられねえこともねえと思うが。なるほど。そういえばそうだが、あの女の風亭が、と翔太はまた考えた。鳥に縁がありそうにも見えねえが、 鳥屋の女房かね。まあ、そんなことかもしれねえ。何しろあの女は仇の人間じゃなさそうだ。どうもどこかで見たことがあるように思われるのだが。今日は仕方がねえからこのまま引き上げることにして。おめえご苦労でも明日か明後日もう一度出直してきて、あの女はそれからどうしたかと聞きただしてくれ。もちろんどっと倒れてしまうほどの怪我じゃねえから。 医者に一通りの手当てをしてもらって、カゴで江戸へ帰るにそうやるめ。ああして厄介になった以上、自分のうちは本所だとか浅草だとか話していくだろうから、それもよく調べてきてくれ。恨みや因縁にもいろいろある。あの女があの鳥をひどい目に合わせて、それを鳥屋へ売り飛ばしたのが、はからずここで巡り合って、鳥が昔の恨みを返したというようなことででもあれば。 とんだ猿かに合戦かしたきりすずめで、どうにもしょうのねえことだが、何かもう少しいりくんだ死災がありそうにも思われる。まあ、無駄と思って洗ってみようぜ。承知しました。それから、あの女房は鳥を占めると言っていたが、もしまだ無事でいるようだったら、もう少し助けておくように言ってくれ。 この頃の頃春の日はまだ短いので二人は暗くなってから江戸へ入った途中で翔太に別れて半七は三河町の家へ帰るとすぐに手ぬぐいを下げて出た「新人参りに行って愚痴を言っちゃあすまねえが今日は全く寒かった」近所の銭湯へ行くと5つ午後8時過ぎの夜の湯は混雑していた 寛七はザクロ口へ入って体を示していると湯気に閉ざされていた風呂の中で男同士の話し声が聞こえたその一人も今日の初台詞に参詣したと見えて寒さと雪解け道の難儀をしきりに話していたがやがて彼はこんなことを言い出したお前さんもご承知でしょう。しゃもやの鳥亀の神さん あの人に会いましたよ。ああ、あのお六さん。と、相手は答えた。今はどこにいますね何でも品川の方にいるそうで、私たちが川崎の神殿屋で昼飯を食って表へ出ようとするところへ、出会い頭に入ってきたので、ちっとばかり立ち話をして別れたのですが、都合が悪くもなさそうな様子で、まあ無事にやっているようですよ。 それが半七の注意を引いた。薄暗い中でよくはわからないが、その話し声が近所の下駄屋の亭主であるらしいので、長芝へ出た時に伺うと、果たして彼は下駄屋の前吉であった。あくる朝、半七は下駄屋の店先に立った。お前さんも大師様へ参詣しなすったそうだね。一足遅れで会わなかったが。 やぶ分も御三系でしたか。と、善吉は店の火鉢を半七の前へ押しやりながら言った。随分おさむござんしたね。そこで早速だが、少し聞きたいことがある。と、半七は店に腰をかけた。ゆうべはお前さんは鳥亀とかいうしゃもやの話をしなすっていたね。じゃあ、 お前さんも聞いておいでなすったのですかザクロ口の中で聞いていましたよ。一体、そのシャモヤはどこですえ以前は浅草のあずま橋際にあったのですが、亭主が死んだので店をしまって、おかみさんは品川の方へ引っ込んで、もう小一年も会わなかったのですが、昨日思いがけなく川崎で会いました。おかみさんは、 おろくというのだね。亭主は安蔵と言いました。ご承知の通り、私は釣り道楽で、鳥亀の亭主とは同じ釣りし仲間で。普段から懇意にしていたのですが、どうもかわいそうなことをしまして。善吉の話によると、安蔵は去年の春の悲願中に船釣りに出た。 近所の釣り場所は大抵あさり尽くしているので、柴又の大石堂から二丁ほど離れた下柳の渡し場の近所まで出かけたのである。ここらは利根川べりで風景も良い。安蔵は夜の明けきらないうちに浅草の家を出て、あずま橋を渡って行った。それまでは家内の者も,のも知っているが、その後の消息はわからない。 それから二日ほど過ぎて、安蔵の死体は川下で発見された。彼が片手に釣竿を持っていたのを見ると、何かの過ちで足を踏み滑らせて、草ど手から転げ落ちたのであろう。釣り好きではあるが、彼は泳ぎを知らなかった。鳥亀の女房、おろくは、上の辺で茶屋奉公をしていた女で、夫婦の間に食わなかった。 その頃、しゃもやへ来て、鶏鍋やしゃも鍋を食うのは、あまり上等の客でない。女や子供はもちろん来ない。従って、女主でこの商売を続けていくのは難しいというので、おろくは思い切って店を閉めた。品川の南んばのあたりに、身寄りの者が住んでいるので、そこへ引っ越して小さい所帯を持つことにした。 昨日会った時の話では、まあ無事に暮らしているということでした。と、善吉は言った。釣りに行って死んだ時には、誰も一緒じゃなかったのだね。その時はあいにく、ヤさんン一人で出かけたので、どうして死んだのかよくわからないのです。私ばの先導の話では、そんな釣る師の姿を見かけなかったということですから。 行くと間もなく滑り落ちたのかもしれません。本当に夜が明けきらないので足元が暗かったのでしょう。何しろまだ三十五か六でかわいそうなことをしました。女将さんは三十二三の小粋な女ですが、まだ一人で暮らしているそうです。善吉が昨日久しぶりで出会ったというおろくの人相やみなりを聞いて、 それがかの中度島の女にそういないことを半七は確かめた。彼女は果たして鳥屋の女房であった。彼女は店を畳む時に買い残りの鳥をどこへか売ったのであろうと察せられた。それにしてもかの鳥がなぜ旧主人のおろくに襲いかかったのか。その昔彼女に虐待されたのを恨んだのか。 鳥はどれほど記憶が良いか知らないが、小一年の後までもその人の顔や姿を見忘れないものであろうかと、半七はまた考えた。しかもここに一つの疑いは、おろくの亭主の変死一件である。その一件と鳥とを結びつけて考えれば、何かの謎が解けないでもなかった。 いや、朝っぱらからお邪魔しました。半七は下駄屋の店を出た。三。その次の日の昼ごろに、翔太が顔を見せると、彼はすぐに半七に冷やかされた。おい翔太、俺もぼんやりだが、おめえもよっぽどうっかり者だぜ。例の一件の中度島は、おめえの縄張りうちの浅草で、 しかも目の先のあずま橋に住んでいたのじゃねえか。いやあ、平行。すっかり度忘れをしてしまって。と、翔太は頭をかいた。うちへ帰ってから思い出しましたよ。鳥かめ、鳥かめ。いつか一度親分案内していったことがありましたよ。うん。セッの皮のようなシャモを食わせたうちだ。そこで昨日はどうした 大へ出かかけたか行きましたよ。相変わらず道が悪くって。あの茶屋へ行って聞いてみると、あれから医者が来て手当てをして、女は籠に乗って帰ったそうです。籠屋の話を聞くと、送りつけた先は品川の南番場で、海保寺という寺の門前。それから帰りに覗いてみましたら、女の家は京安で。 主にあのあたりの女郎屋や手引き茶屋や料理屋の女の奉公人を出したり入れたりしているようです。女は去年の3月頃から引っ越してきて、25、6の番頭と二人暮らしだが、その番頭というのが手しか色だろうという近所の評判ですよ。そこで番頭というのはどんなやつだか、面を改めてやろうと思ったが、あいにく留守で首実験はできませんでした。 それからね、親分。鳥は助からねえ。その日の夕方に締められてしまったそうですよ。鳥亀の亭主というのは、矢切りの渡し場の近所へ釣りに行って、沈んでしまったというじゃねえか。よく知っていなさるね。と、翔太は目を丸くした。実は、わしも今朝調べてきたのですが、鳥亀の亭主の安蔵というのは、 去年の春の悲願に下ぎりで土えもんになったそうで。こうなると親分の言う通り、ちっと変なことになりそうですね。これから矢切へ行ってみたところで、去年のことじゃしょうがねえから、いっそ矢口へ行ってみましょうか。大森の神さんは曖昧なことを言っていましたが、他の女中に鎌をかけて鳥を売りに来たやつの居こをちゃんと突き止めてきました。 そいつは矢口の新田神社の近所にいる八蔵というやつだそうです。矢ぎりで死んだ奴の仙義に矢口へ行く。矢の字づくしも何かの因縁かもしれねえ。おまけにどっちも私場だ。と、半七は笑った。じゃあ気の毒だが矢口へ行って、あの鳥はどこで買ったのか調べてくれ。 こうなったらちっとぐらい手足を働かせても無駄にはなるめえ。そうですそうです。こいつは何か引っかかりそうですよ。だが、これから矢口までは行かれねえから、明日にしましょう。何かの期待を抱いて翔太は威勢よく帰った。あくる日も寒い風が吹いたので、翔太も定めて弱っているだろうと思っていると、 果たしてその日のひともしごろに彼は震えながら引き上げてきた。矢口へ行って八蔵というやつの家を探し当てました。あの鳥はやっぱり海保寺門前の契案のうちで買ったということですから。鳥亀の娘坊が売ったにそうやりません。八蔵は農家のせがれであるが、家には兄弟が多いので彼は農業の片手間に。 貝鳥やアヒルなどを売り歩いていてた。大きいざるに浅縄の網を張ったような鳥かごを天秤棒に担いで、矢口の村からあまり遠くない池上、大森、品川のあたりを回っていたのである。去年の5月頃、彼は品川方面へ商売に出て、南万場の海保寺門前を通りかかると、慶安の家から呼びかけられて、 一つがいの買いりを買ってくれと言われた。八蔵は売るばかりが商売ではない。買って売ってその間に利益を見るのであるから、承知して売り値を聞くと、いくらでもいいから持って行ってくれという。その売り主は三十二三のあだっぽい女であった。ともかくもその鳥を見せてくれと言うと、女は裏へ回れという。 そこには空き地同様の小さい庭があって、庭の鳥がかごに伏せてあった。女はもう姿を見せないで、二十五六の男が巻き雑報を持って出てきた。彼は八蔵に向かって、この鳥はいっそぶち殺してしまおうと思うのだが、女将さんがぐずぐず言うから持って行ってくれと荒々しく言った。 いい加減な音をつけて引き取ることにすると、二羽の鳥はしきりに荒れ狂って、八蔵のかごに移されるのを拒むので、男も手伝って無理に押し込んだ。男は巻き雑報を離さずにつかんで、絶えず何事か警戒しているように見えた。八蔵はその足で大森へ回って、かの茶屋へ二羽の鳥を売ったが、 その時には皆おとなしく翼を収めて、前のように荒れ狂うことはなかった。右から左に鳥を処分して、八蔵は相当の利益を得て帰った。面鳥はその時から少し弱っているようであったが、二月ほどの後に死んだという話を聞いた。まあ、そういうわけなんです。と、翔太は一通りの報告を終わった。 八蔵の話の様子じゃ、あの鳥はおろくのうちにいる時から何か荒れていたらしいようですから。大森の時もおそらくおろくと知って飛びかかったのでしょう。そこでおろくのうちの番頭というやつを今日は確かに見届けてきましたが、子作りの苦み走った男で、顔に見覚えはありませんが、これもただの町人らしくないやつです。 と言って、遊び人にしちゃあ野暮にできているし。まあ、屋敷の大部屋にでも転がっていたようなやつですね。すけか。と、半七は頷いた。すけなんぞはしゃもやのお客だ。まんざら、縁のねえこともねえ。これでどうにか白と黒の石が揃ったようだ。まあ、おめえの五目並べをやってみろ。 わしの並べ方じゃ、鳥亀の女房が店の客の折助と出来合って、亭主の釣り好きを幸いに、暗いうちから下矢切りへ船釣りに出してやる。折助は先回りをして、足の間か柳の陰にでも隠れていて、不意に亭主を突き落とす。と、まあ言ったような段取りでしょうね。土地に居ちゃあ面倒だから、浅草の店を閉めて、 品川引っ越して、京安に商売替えをして、その織付が万等。実は亭主になって一緒に暮らしている。そこで例の鳥の一件だが、店をしまう時にみんな売ってしまいそうなものだが、何かの都合で一つ買いだけ品川まで持っていくと、こいつが変に暴れたりする。二人はなんだか気が咎めて、薄っ気味が悪いような気もするので、 ぶち殺すか売り飛ばすか二つに一つということになって、それが八蔵の手を渡って大森の茶屋に売られていった。どうでしょう違いますか誰の目も違わねまずそこらだろうな。いくら商売でも嫌になるぜ。と、半七はため息をついた。その通りであってみろ。 女も男も重罪で、引き回しの上に貼り付けだ。それを知りながら、とが人の種は尽きねえ。どうも困ったものだ。と言って、こうなったら売っちゃってもおかれねえ。松吉と手分けをして宣言にかかれ。おめえは浅草の方を受け持って、鳥亀の亭主はどんな人間だったか、女房はどんなことをしていたか、昔のことを洗ってみろ。 鳥亀にも何か親類があるだろう。店の方向にもあったはずだ。そんなのを仙義したら、大抵の見とはつくだろう。松にはがわの方を受け持たせて、男の身元を洗わせてみよう。ようござんす。浅草の方は引き受けました。毎日の遠出でくたびれただろうが、これも御用でしかたがねえ。早くうちへ帰って、かみさん相手に根酒の一杯も飲め。 いくらかの小遣いをもらって、翔太はニコニコして帰った。それから三日の後、正月二十七日の午後である。品川の方を受け持ちの子分、松吉が帰ってきて、こんなことを藩七に報告した。鈴ヶ森の塩木場のそばで死骸が見つかりました。男か女か。 二十二の若い男で、色白の小綺麗な、旗本屋敷の若侍とでも言いそうな風景で、あ合い口か何かで疲れたらしい傷が4箇所。首に手ぬぐいが巻きつけてあるのを見ると、はじめに喉を閉めようとして、それをし存じて、今度は刃物であったらしいのです。大小は誰か持っていったらしく、本人は丸腰で、 そこらにも落ちていませんでした。死骸は海へでも投げ込むつもりで、波打ち際まで引きずっていったらしいが、人が来たのでそのままにして逃げたと見えます。海中のは何にもないので、ちっとも手がかりになりそうなものはありません。その死骸は今朝見つけたのかそうです。多分、夕べのうちにやったのでしょうね。剣士の住むのを見届けて、 わしゃあ急いで帰ってきたのですが、どうしましょう。鈴が森じゃあ待ち方のかかり合いじゃあねえが、いずれ頼んでくるだろう。ことに屋敷物だから、まあ一通りは調べておくがいいな。と言いかけて、半七は思い出したように言った。それから品川の刑案の一件だが、亭主の身元はまだわからねえか。 何でも湯島か池の旗あたりに中間暴行をしていたらしいのですが、どこの屋敷かまだ突き止められません。何しろあの辺には屋敷が多いので。ま、そのうちに何とかしますから、もう少し待ってください。鈴ヶ森の人殺しは、ひょっとすると鳥亀の一件に絡んでいるかもしれねえな。なぜです 松吉は不思議そうに聞いた。なぜと聞かれちゃあ返事に困るが、多年この商売をしていると自然に胸に浮かぶことがある。まあ、虫が知らせるとでも言うのかもしれねえが、それがまた奇妙に当たることがあるものだ。今度の一件もなんだかそんな気がしてならねえ。もしそうならば、 いよいよことが大きくなりますね。何しろ鈴が森の方を調べてみましょう。案外の手がかりがあるかもしれません。4。明くる日の朝、半七は八丁堀同心、坂部地助の屋敷へ呼ばれた。すぐに行ってみると、それはかの鈴が森の一件で、変死人は、 市内の屋敷物らしいから、町方の方でその身元を宣言してもらいたいと、軍隊からの依頼があった。下手人も文名次第に召し取ってくれというのである。そういうわけだから、なんとか拉致を開けてくれ。と、坂部は言った。かしこまりました。私にも少し心当たりがありますから、早速取りかかります。 こうなると、古文任せにもしておかれないので、半七はその足で品川へ出向いた。この間の大雪以来、もう十日余りの天気が続いたので、大通りのぬかるみも大方は踏み固められた。この頃の寒い風も今日は忘れたように吹きやんで、いわゆる梅見日和の空はうららかに晴れていた。高輪の海辺をブラブラ歩いていくと、 すれ違う牛の角にも春の日がキラキラと光って、客を呼ぶ茶屋女の声もひとしはるめいて聞こえた。品川の北から南へ通り抜けて、宿のはずれ駅きかかると、ここらには寺が多い。その門内には梅でも咲いているのであろう。ところどころでうぐいすの声が聞こえて、無風流の半七も時々に足を止めた。 目当ての刑案は、開保寺の門前にあって、入り口に、武蔵屋というのれんがかかっていた。近所で聞くと、おかみさんは十三の薬年で、川崎の初大師へ参詣に行って、その帰り道で暴れ馬に蹴られて、かごに乗って帰ってきたが、それから熱が出たので今も寝ているという噂であった。おろくは、 鳥に襲われたことを隠して、馬に蹴られたと言っているらしい。鳥というのをはばかっているのは、そこに何かの死祭がなければならないと、半七の疑いはいよいよ深められた。彼は思い切って、武蔵屋ののれんをくぐって入ると、手引きらしい四十前後の女が店先に腰をかけていた。ごめんなさい、と半七は会釈し,した。 「おさんはですかみさんは2階に寝ていますよ」と女も会釈し,しながら答えた7日ほど前にけがをしましてね番頭さんは番頭さんゆうさんですかええゆうさんですゆうさんはんに日留守ですよどこ行ったのですさあ私もよく知りませんが 金さんのところへでも行ってるのじゃありませんか金さんの家はどこでしたね金さんの家は何でもサメズを出外れて右の方へ入った畑の中に古いうちが2軒ある。1軒は空き家でその隣が金さんの家だそうですよ。いや、ありがとう。おかみさんお大事に。半七はそこを出てさらに近所で聞いてみると。 武蔵屋に出入りする金さんは金蔵といってこの品川の宿をごろつき歩いて女郎屋の義勇などを相手に小白地などを打っている男であることが分かったそれを友達にしている優さんの正体も大抵想像されたともかくも鮫杖行ってみよう半七は浜川の方に向かって東海道をたどっていくと 涙橋のたもとで松吉に会った「いやお出かけでしたか」と松吉は寄ってきてささやいた「実は少し聞き込んだことがあるのですがね品川の宿の入り口に籠屋があるあそこのやつらの話じゃおとといの晩一人の若い侍が来て慶安の武蔵屋はどこだ?」と聞いていったそうで。 その侍の年頃や人相が鈴鹿森の死骸にそっくりですから、やっぱり親分の鑑定通り、鈴鹿森の一件は鳥亀の奴らに何かの引っかかりがあるにそうやりません。武蔵屋の番頭だか亭主だかは知らねえが、おろくと一緒に暮らしている奴は勇二といって、土地の遊び人なんぞとも付き合っているそうですから、何をするかわかりませんよ。 その幼児は二三日前から帰らねえと言うじゃねえか。二十六日の晩からうちへ帰らねえそうです。サメズの金蔵というやつのうちへ行っているという話だから、これからともかくも行ってみようと思っているのだ。サメズの金蔵、あいつならわしも知っています。現に昨日も品川で会いましたよ。スリアの店で、 何か買っていました。金臓はどんなやつだなにケチな野郎ですよ。半七は立ち止まって考えていた。おいつ、ご苦労だが品川へ引っ返して、その木薬屋で金臓が何を買ったか調べてきてくれ。風薬の格根湯ぐらいならいいが、傷薬でも買えやしねえか。ようがす。 すぐに調べてきます。往来に立ってもいられねえ。そこの団子茶屋に休んでいるぜ。橋のたもとの茶店に入って、しばらく待っていると、やがて松吉が急ぎ足で帰ってきた。おやば、案の通り、金蔵は切り傷の薬を買っていきました。金蔵一菜の妙薬という練り薬だそうで。 勇士は金蔵の家に隠れて傷養生をしているのであろうと半七は推量した。鈴鹿森で侍を殺した時に彼も手傷を負ったらしい。自分の家へ帰って領事をすると秘密露見の恐れがあるので金蔵に頼んで薬を買わせにやったのであろう。どんな様子か実地を見届けて怪しい節があればすぐに引き上げてもいいと決心して、 松吉にもそっとささやくと彼も同意して親分の後に続いた街道から右へ切れるとそこらには田畑が多かった細い田川も流れていたその田川で小舟でも漁っているらしい子供に教えられて金蔵の家はすぐに知れた武蔵屋の女の言った通り近所に遠い畑の中に 二軒のわらぶき屋根が隣り合っていて、外には形ばかりの低い垣根がゆい回してあった。のきは朽ち、柱は傾いてどっちが空き家かわからないほどに荒れているので、二人は垣根の外に忍び寄って右と左の家をうかがっていると、左の家の中でたちまちにわーっという男の悲鳴が聞こえた。 二人ははっと顔を見合わせると、破れ障子を蹴倒して、一人の男が転げ出した。彼は左の脇腹を抱えながら、庭の空き地に転げ落ちたかと思うと、また灰を着て駆け出して、竹の朽ちている垣根を押し破って、表へくぐり出るとすぐにのめって倒れた。その腰から下は、溢れるばかりのまちに浸されていた。いや、 金蔵かと松吉は叫んだ。おい、どうしたどうした金蔵は倒れたままで声も出さなかった。その暇に半七は柿を破ってうちへ駆け込むと、破れ畳にも生々しい血が流れて、薄暗い家の中に幽霊のような若い女がさながら送信したようにべったりと座っていた。 座るというよりも半分は倒れたようなしどけない姿で手にはあい口を握っていたしかもそれが相当の武家の奥方とでも言いそうな人柄であるので半七も少し躊躇したあなたはどなたでございます女は黙っていたあの男はあなたがお手打ちになったのですか 女はやはり黙っていたが、やがて気がついたように合い口を取り直して、自分の喉に突き立てようとしたので、半七は飛び上がってその手を押さえたが、もう間に合わなかった。彼女の青白い首筋から、くれないの血が流れ出した。五。半七老人はここまで話してきて、例によって、 これでおしまいというような顔をした。その女は何者ですかと私は追いすがるように聞いた。その女は湯島の化け物いなりと言ってもこのごろの人にはおわかりにならないでしょうが、今の天神町の一丁目、その頃は松平うねめという武家屋敷の向こう角で、 そこに化け物稲荷というのがありました。なぜ化け物と言ったのか知りませんが、江戸時代には化け物稲荷という名になっていて、江戸の絵図にも化け物稲荷と出ているくらいですから嘘じゃありません。その稲荷様の近所に屋敷を持っている塚田矢之助という六百石の旗本の奥様で、おち恵さんという人でした。 そんな身分の人が、どうして鮫図の金蔵というやつの家に来ていたんですかそれには、死災があります。その塚田矢之助というのは、今年二十二の若い人で、正月いっぱいに江戸を引き払って、甲府金番ということになりました。使用のない道楽者であるために、いわゆる山流しで甲州へ追いやられたんです。 ついては自分の屋敷を人に譲り、その他の家財なども売り払って、百両ほどの金をこしらえ、いよいよ二十八日には江戸を経つという間際になって、奥様のおちえさんは、お名残に湯島の天神様へご参詣してくると言って、二十五日の昼過ぎに屋敷を出て、途中で女中を巻いてしまって、行方知れずになりました。 奥様も奥様だが殿様も殿様で、これも江戸のお名残だというので、吉原へ昼遊びに行っている。その留守中に奥様は家出というのですから、屋敷は乱脈でお話になりません。落合さんというのは、十六の秋にこの屋敷へ縁づいてきて、足掛け四年目の十九で、夫婦の間には子供はない。 聖主は道楽者で、うちを外に遊び歩くためでもありましょうが、お知恵さんはいつか自分の屋敷の若侍の足立文次郎というものと密通していて、今度の交付詰めを機会に、かの百両を盗み出して、二人は駆け落ちをするという相談を決めたんです。そこへ現れてきたのが、品川の武蔵屋の雄二というやつで、 勇二は塚田の屋敷に何か関係があったんですか勇二は去年の春まで塚田の屋敷に中間奉公していたんです。その時から奥様と文次郎の関係を薄う々すうす悟っていたのかもしれませんが、当人の白状では正月の初めに下屋の往来で文次郎に出会って、そこらの小料理屋へ連れ込まれて、 初めて相談をかけられたのだということです。いずれにしても、胸に一物ある勇士は、すぐにその相談に乗って、ひとまず奥様をさめずの金蔵の家にかくまうことにして、約束の25日の昼過ぎに、湯島の天神の近所に忍んでいて、おちえさんをかごに乗せてさめずに送り込みました。 一緒に出てはたちまちに悟られるというので、文次郎はそ知らぬ顔で騒いでいて、翌日の二十六日の夕方から奥様の行方を探すという体にして、かの百両を懐にして、これも屋敷を飛び出してしまいました。行く先は品川ですが、文次郎は有事の家を知らないので、宿の入り口の籠屋で聞いて、 ケイの武蔵屋へ訪ねていくと、ユ二は待っていて表へ連れ出しました。文次郎はまだ夜食を食わないというので、ユ二はそこらの料理屋へ案内して、二人は飲んで食って、文次郎いい加減に酔わせておいて、さあ、これからさめずの金蔵の家へ行こうと言って出たんですが、もうその頃は五つすぎで、夜は真っ暗。 文次郎はここらの案内を知らないので、黙って勇士の後についていくと、鮫図を通り越して鈴鹿森の縄手に差し掛かる。うじは草履の鼻緒が切れたと言って、ちょうちんを道端に置いていつまでもぐずぐずしているので、文次郎もどうしたのかと覗きに来ると、勇士は不意に手ぬぐいを文次郎の首に巻きつけて、 締め殺そうとしたのがうまくいかない。そこで今度は隠していたあい口を抜き出して、めちゃくちゃについた。それでも相手は侍ですから、倒れながらも抜き打ちの立ち先が、有士の右の膝に当たったので、勇士も倒れる。文次郎も倒れる。文次郎はそのまま息が絶えてしまったので、 ゆうじは灰を着てその懐の金を奪い、その上に大小はもちろん、タバコ入れから花紙まで残らず奪い取って、死骸は海へ突き流そうと波打ち際まで引きずっていくときに、誰かそこへ通りかかったので、ゆうじは慌ててちょうちんを吹き消して、早々に逃げ出しました。サメズのあたりまで引っ返してきて気がつくと、 右の膝頭から血が流れる。傷が痛む。ビッグを引きながら金蔵の家へ転げ込んで、傷を洗って手当てをして、その晩はともかくも寝てしまったが、明くる朝になると傷口がいよいよ痛む。刀の先が少し当たっただけでさの身に深い傷でもないんですが、ひどく痛む。金蔵に頼んで傷薬を買ってきてもらって、 内緒で領事をしていると、その翌日の昼過ぎに、私どもに踏み込まれたというわけです。それですから、勇士は逃げるもどうするもありません。何の苦もなく召し取られました。金蔵はなぜ殺されたんですか金蔵の殺されたのは自業自得で、勇士はまず、 塚田の奥様を金蔵のうちへ連れ込み、そのあくる晩に文次郎を誘い出して鈴鹿森で殺してしまい、文次郎から百両の金を奪い取った上に、奥様を東海道筋の職場女郎に売り飛ばすという、重々の悪事を企んでいたんです。そこで25日の晩は無事だったんですが、26日の晩になっても約束の文次郎が来ないので、 おちえさんも気をもみ出した。おまけにゆうじひとりが帰ってきて、ひそかに傷の手当てなどをしているので、おちえさんはいよいよ疑って何かと詮議を始めたので、文次郎殺しを悟られては面倒。おちえを逃がしてはいよいよ面倒と。ゆうじと金蔵は相談の上で、ふたりはここで正体を表し、奥様の手足を荒縄で縛って、 手ぬぐいを口に噛ませて、隣の空き家へ押し込めておいたんです。いや、それだけならまだいいんですが、二十七日の晩には、金蔵が隣の空き家へ忍んで行って、手足の利かないおちえさんをあい口で脅しつけて、どうで女郎に売られる体だから、お気土産に俺の言うことを聞けなどと迫ったそうです。 今日の言葉で言えば、監禁暴行。昔はこんな悪い奴が往々ありました。うじはそれを知っていたが自分も足が不自由なので奥様を救うことができなかったと言っていましたが、こいつも体が達者ならば何をしたかわかりません。金蔵はそれに味をしめて、その翌日の昼過ぎにも、 再び隣へ押しかけていって、またもや合口を突きつけると、おちえさんはもう観念したらしく、何でもお前の言う通りになるから、この縄を解いてくれと言うと、金蔵も甘いやろうで、うん、そうかと縄を解く。その途端におちえさんは相手の合口をひったくって、横っ腹へズブリ。金蔵め、わっ と叫んで表まで逃げ出したが、急所のひとつきでもろくも王城という始末。まったく自業自得というのほかはありません。奥様も続いて自害と覚悟しましたが、私が早く抑えたので、幸いに傷は浅出で,で済みました。いや、こうと知ったら、止めずに殺した方がよかったかと思いますが。 その時には何にも知らないで慌てて止めてしまいました。おろくという女もし取られたんですね。これもすぐにし取りましたが、例の鳥に疲れたり蹴られたりしたいく箇所の傷がうんで熱を持って、今日で言えば何か悪いばい菌でも入ったんでしょう。よう,よう張って歩くような始末なので、 籠に乗せて連れて行きました。この方はもう大抵お察しでしょうが、ユ二は塚田の屋敷に中間暴行している頃から、浅草の鳥亀へシャモや鳥を食いに行って、女房のおろくと関係ができて、結局二人が相談の上で邪魔になる亭主を殺すことになったんです。安蔵が釣りに行くのを知って、 うじが先回りをしていて、不意に川へ突き落とす。すべてが思う通りに進んで、おろくは鳥屋の店をたたむ。勇士は屋敷から暇を取る。そうして品川へ引っ越して、京安を始める。それでまず小一年は無事に済んだのですが、古い罪と新しい罪とが一度に現れて、もう助からないことになりました。 そこで例の鳥ですが、おろくの申し立てによると、その一ついは、亭主の安蔵の死ぬ五六日前に、千住の豚屋から仕入れた鳥で、店をしまうときにこの一ついだけが潰されずに残ったので、ともかくも品川まで持って行って、自分の家に飼っておくと、鳥の様子がだんだんにおかしくなって、おろくらを見ると飛びかかりそうになるので、 腹が立つやら気味が悪いやらで、かの八蔵に売ってしまったのです。いっそ殺したらよかったかもしれませんが、それを食うのも心持ちが悪し、殺して捨てるのも惜しいというわけで、捨て売りに売ったのがいいんが、大森の茶屋で不思議に巡り合って飛んだことになりました。 おろくもその鳥に見覚えがあるので、自分に飛びかかってきた時には、はっと思ったと言っていました。それにしても、安蔵の死ぬ五六日前に買った鳥が、どうして旧主人の仇を撃とうとしたのか。世間の人の知らないおろくと幼児の秘密を、どうしてこの鳥が知っていたのか。 ただなんとなく愚くという字が憎いように思われたのか、それとも別に死災があるのか。鳥の了見は誰にもわかりませんから、思い思いに判断するのほかはありませんが、おそらく死んだ亭主の魂が鳥に乗り移ったのでしょうと、おろくは恐ろしそうに言っていました。おろくばかりでなく、 昔の人はとかくにそんなことを言いたがりますが、実際はどんなものでしょうか。何しろ不思議といえば不思議です。塚田の屋敷では奥様の家で家来の蓄電、おまけに露用の百両が紛失しては、甲州へ出発することもできず、さすがの殿様も途方に暮れ、 屋敷の者どもはただ呆然としているところへ、町奉行からの沙汰があって、金は無事に戻ったので、まずほっとしたわけです。殺された文次郎は仕方もありませんが、生き残った奥様の始末には困ったのでしょう。結局、離縁になって、里方へ返されたようです。おろくという字は、前にも申すおり、 どっちも傷の経過が悪く、銀味がすまないのに二人ともに大熱を発して漏死してしまいましたので、その死骸は塩詰めにして、日本橋に三日さらしの上、千樹で貼り付けに行われました。